そうですね、参りましょう。スタンドマニアックス、2019-2020 シーズンボリューム15、決勝トーナメント1回戦先鋒対決始めます。盛り上がっていきましょう。はい、スタートして始めてください。お願いします。開幕エレナ同キャラかこれまあマニアックス決勝というか、基本的にマニアックス決勝と言わずだが非常に珍しい。マジか。あと今日チョキでもいたから、あとタロさんも文字合いしてるからエレナ4人ぐらいいんだよな今。その2人が腕組んで見てますね試合。さあエレナ同キャラ特有の開幕演出始まって、1P 側テッペエレナ、2P 側アツガリエレナでお互いヒーリング。画面下が非常にややこしいというか騒がしいというか、ゲージがパンパンですね。うわー、いいタイプ打ち返して、お互いヒーリング関係なし。ヒーリングってなるとどうしても一本ゲージなんでね、 EX の吐き方がすごく難しいところではあるんですが、どうなる。投げて、いやー、中段からスクラッチ。まずはこれは厚刈りか、厚刈りですね。さあ第2ラウンド、そしてこのラウンド変わった後のね、満タンの状態の時のゲージの使い方ですかね。うわ、漏れちゃったか今。これはスクラッチでゲージ回収と。小橋スクラッチやっていく。これはしのいで、ロースクラッチ癒してくれ。1回目相打ちなの中盤、マジか。これで 2P 側はヒーリングだが、スライディング入ってかなり体力並んでる。届かない、まあ、画面がもうなんか早い。ローで止めて投げる。ここはさあ失礼。さあ押し切っていったような感じでしょうか。厚刈りが勢いのままに先制と。メスターさんからありがたい情報いただきました。あの EX スピンサイズからのスクラッチ、あれめちゃくちゃ難しいそうです。あ、なるほど、ちゃんと歩いてスクラッチやってると。さあちょっと見れてなかったが、そんなスーパーテクも飛び出してみたと。さあここで中堅トクラ、ヤン側はエレナ嫌な印象を持ってそうですが、ここは行ったと。さあ今度はお互い、ブレイブと天心請求隊ですね。さあ画面端スクラッチ2発目は、スピンサイズ2発目入らずだが暴れていく。中盤討論解放で寄って打ち切りと相打ち、中大一本転身。勝負に行ったか、失礼しました。これは最後勝負に行きましたね。さあ第2ラウンド、おーまい、スイジャーに対して EX スラッチでしっかりダメージ取っていく。エレナの画面端のスクラッチ系ってかなりバリエーションとかありますからね。なんかユリアンの画面端のコンボみたいな感じで、あのおいちのスクラッチ系、あのスピンサイズ系とかすごいいっぱいあるよ。さあトクラ押せ押せだが投げで回避、2回目トロ届いてる、旋風でピオラして中盤トロ。さあこれで1-1、そしてトクラ鬼門のユリアンですね。これはさあ安室さん登場。さあマニアックスではユリアン嫌い、ユリアン嫌いと言ってもそれ当たんなきゃいけません。特に大山ユリアン多いですからね。あー雷撃しっかりブロって、肘確定してますね今。投げてアフロペース、台足スピアエイジス、画面足下段が通る。
肘つながりにく、つながらなそうという判断だから無理にいかず、投げ投げ、これは盤石の立ち回り。ああ今度は手前落ちは投げていく。早めに多分ヤン側がね来撃対処されちゃうとかなり嫌な印象ありそうですよね。さあ外から白虎第1番、これでスタンチがかなり溜まる。緊張系うまい、大盤でピョらせる。さあトロでフィニッシュ、しっかり今のトロ打ち切りじゃなくて大盤でしっかりピョらせよ、さすがですね。さあローエクス、ここはガード。さあ横押し、ダイエイジスからタックルで一旦追い返した。さあ陣地うまーい、雷撃のブロリーすげえなー。さあクイック取ってないと大丈夫か、タックルチョップ。さあ一回距離置いたがヤンかなり体力少ない、チョップ。いやーちょっとヤン早めに手出してたかな。さあフロユリアン勝利で 1P 側はさあ大将登場。さあ本日、プレーオフから勝ち上がってきました、プレーオフ予選、プレーオフはかなり暴れてましたね。さあマッドドッグカップ覇者こと板橋の狂犬こと新加瀬大衆こと、クソゲーニシンの片割れこと、あとなんだろう、なんかあるかな。ポンポンポンと2つ、なんか4つも1つも出てくるあたりさすがですだなとは思います。あタンクトップマン、そうそう。まあ新加瀬と一緒だなそれ。そうミスタータンクトップでいいですね。さあリュウユリアン、クニバーサスアフロト。アフロさんクニとどこらやったことあるんだろうな。肘歩き肘ヘッドだったか今であればかなりテク怪しい。サイズにもう構いなしでチワシワンブロしてるんでスタンチ6割で済んでるが肘届かないですね。歩いていってバックステラがしゃくれず、ちょっとユリアンが張るタイミングがつかめなかったか。ユリアン芸術回復って国はしのぎモードに行こう。スピア大足の外、ゲージ管理をしっかりして下段が取る、わずかに肘が遅い。さあ国が一本、かなり国丁寧にやってますねこれね。強肩モードではちょっとないような印象、対してアフロさん側も無理に行かずに、なんかお互いジリジリした展開ですねこれは。波動拳即答は、これは急に来るとちょっとユリアン反撃むずいですね。2位でさあ顔面にぶち当てきました。大スピア UX セットスピアタックル、これは判断すげえ、削減時使い切って殺しきる。今のいいですね。さあこれは竜巻でずらした投げは、おお前歩きガードが固い、相打ち横押しから上に進む、コパンジャークサックル、チョップが届かず、ダーエイジスで止まってた、残るしゃがないだが中ボス、コパンのロス、いやーやりにいった、完璧。今のはすげえわ。アフロさんめちゃくちゃ硬かったんですけど最後投げ漏れてましたね。ギアが入れ替わった感じ、クニのじっくりモードから
いきなりワン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 ってきましたからね今ね。いやーすげえわ、なんか、うん、もう一回見たい今の最後の状況。さあ大将対決ですよね、リュウケン食いちぎられちゃいましたね。さあちょこちょこやってる印象のある2人ですがどうなるか、一文字中勝利、マジか。外からリエクサード当たる、高め足、あーめくりから膝側頭昇竜、あれかなりつなげんのむずそうだけどな。このカードかつて別キャラでありましたね。さあ中足灼熱、別刺激はまだ竜の頃か、どっちだっけな、かつて10先がありましたね。キープ、投げ分けができてるが怪しい、いいまい。さあしっかりしゃがみ中盤じゃない、画面端継続 PA して攻撃力アップ、この距離で波動電陣、まあ拒否の卓に近いのかな。さあ龍が電陣使い切ったが、あーしゃがみ中盤竜巻逃がさない、2回目たまんのはえー、1ラウンドに自然に電陣2回やってきますねこの男。勝ったのは国鉄平徳田チーム。はい、じゃあ次行きます。ちょっと見えねえな。ザビエフヘボリューバーサスフロヨモダモデルチーム。あのね、そうためんの早い、ワクチンを待てあ、おかえり。いやー国強かったな。あなた何もしてないじゃないですか。何もしてなくねえ、ちゃんとあずかに勝っとる。あそうだあそうだ、でもイリアン国服はできませんでした、ね、イリアンゴルシャンが無理だろアフロ出てきた瞬間終わりや、切れすぎ、アフロ出てきた瞬間終わりチーム勝ってたから切れないでいや本当によくやったお前すごかったな今、本当によくやった。トクラが弱いちょっと待っていい加減してよ、これいい加減にせよ、鉄平さんはしょうがない、ちょっと待てちょっと待てしょうがない、いい加減にせよ、じゃあ純潔から期待してますね。何を言ってんの、ちゃんと勝っとるやん鉄平さんしょうがない、いやいやまだチャンスあるって普通に勝ってんだけど俺予選でね、予選で勝ったけどねちゃんと、いい加減せよ、厚賀にも勝ったけどねお願いしますよちょっとやめろお前徳ちゃんよくやってないとか言っていい加減せよ、いやー竜に回しすぎですねちょっとねお願いします本当。何回したユリアンと、ユリアンはしょうがないじゃん、剣だと俺回してないじゃん、俺温存やん俺温存やんお前先に出たい言うたやんお前ら言い訳がやばい。さあ次さあ準第1回戦第2試合ですね、ヘオリュウ F ザビ VS モデルヨモダ。ザビのワン、もうワンマンショーですよ今日は。ザビ F ヘオリュウ、ヘオリュウで、いやだからジンタンちょっと最初頑張れるかどうかっていうのがありますけど、確かにやっぱザビのワンマンショーですよこれは。ワンマンショーになるかな、これ多分ね、この3人相当ザビ嫌だよ、嫌だろうね、うん、先方読みかなりむずいと思うよ、このチーム、うん、さあ決まったらじゃあスタートお願いします、始めてください。これどうなんだ、モデルヘボ流先方対決、なるほどね、ワンマンショー意味深はやめてあげてそれはやめてあげて大将サビだろうねになるかな、やっぱりね、モデルがまあこれ似たとするとワンマンショーが開幕するわけですよ。さあ準拳対決、ちょっと遠い昇竜が届かない、ヘボリューいいよね、あそこら辺しっかり使ってくれるそうフォアダブル前、ここはしっかり、ただねこの男のやんちゃが生み出す熱量というのもあるので ね、まあ、ね、そういうとこも期待したいとこですが、うわーやんちゃしてきたね、こういうのね、
うわーデッドですか。デッド怪しいからデッドだったから怪しいかなり怪しかったけどリープー判断が早い早いねやっぱ速さは、このゲームでもしっかり武器です、ね、本当に、はい、お互いゲージほぼ一緒で第2ラウンドあー切り替えたね切り替えた、ね、切り替えてないねまあねリスクリターンってるからねマイク聞いてて別のことやってんじゃねえだろうなあいつでああいうかあー今度は差し返しとかねワンブロとかねあっと、うん、狙ってはいましたがここら辺確定がさっきからねこう出てないのよ別のとこは出てるんだけどそうねおチャンスさあ近距離ではガード固めあ今のうまく投げグラップしましたねいいですねエクサード中大投げ系はかなりしっかりしてますさああしかしやっぱり、まあ、やっぱりねヘボリューも攻撃予選くぐり抜けてきた猛者だからねそうですよ高円寺白虎隊あーエクサーちょっと漏れちゃったな、ハザンヘボリお見事さあ、先にヨモダか先にヨモダの可能性もあるんじゃないですかザビに行こう、残りたく残っといた方がいいやつが残ると思うんでだろうね残るんじゃないですかねさあ、ヨモダ来た、まあ、今日のヨモダちなみにすげえ強いねめちゃくちゃ強いすげえ強い普段の3倍ぐらいガンショルされました、さっきヨモダエボリューあんまり印象ねえけどどうなんだろうないやヨモダでしょまあさすがにヨモダなんだろうけど でもなんかあるとしたらヘボリューみたいなタイプの方があるかもまあ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 そのねそのプレイスタイル的にはねまあ今のところはかなりうまくいってますねああ漏れちゃったちょっと反撃迷ったかまあまあだからゲージなかったね今ね簡単な方が難しいからヘボリューはねうまいちょっと画面足立ち弱気でしたったあ強気噛み合ったこのヘボリオのねやっぱりこう空間作りというか雰囲気作りというか画面外部も含めて、ねはい、雰囲気作りですよやっぱりやっぱり 3-4 のゲームなんで雰囲気作り大事なのはねあーやりたっ大系ダッキングアッパゴーだからヨモダも雰囲気作り始めたよねちょっとねあの強者の雰囲気出してきておっと仕込んでるいやこの技ずるいでも空中ダイパンすかし投げをさ、うん、選択してるんだけど、ねはいはいはい、リターンが投げっていうねそうねそうねわかるわかるここ我慢したいわかりましたね変なところうまいからやっぱりやる方が戸惑うわけですよそうねちょっとドキドキするよねやっぱりねその変なところがうまいさあしかしこれはダドの時間が始まってしまう遅らせてダートやってきましたよあうまいうまいめくりもさすがですねここら辺があったそして F 温存とF 温存だけどさまあヤンにはダドってことなのか風呂にマジ勝てないって言ってたよ F 人なのか人を信じるのかキャラを信じるのかですねもうもはやここに来るとさすよもだね今のはねめくりもしっかり対応はさすがですさすよもだわこれはね結構よもだ嫌がってるあーまあ嫌がってるね、うん、ザビのワンマンションここから始まるかどうかで楽器投げさあ布教活動が始まるのかまだゼロですねよもだはどちらかというと完全にこの布教活動に飲まれないというかそうねそうあのちゃんと飛んでくる聖書をねあのどこまで対応できるかと自分がやっぱり派閥をねちょっと持ってる人だからもあー派閥下風呂だおーやりに行ったねマジかそれ確認してんだろうねおそらくそうかな、ね、にしてもすげえな今のさあいい勝利さあザビシステムじゃなくて前に行くと途端にあーでも今あまあでもねヨモダこれは多分気にしないと思いますまあそうね相打ちあんまり多分あそこで要するにリターンを取ってあのリターン行動で相手を動かしていこうっていう感じのプレースタイルで、はい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 、今プレースタイルやってるんで、まあ、多少はいったところがミスになったとしてもこのラウンドも別に落としていいと本人思ってるでしょうねそうでしょうねまあ半分ゲージダメぐらいに思ってるでしょうあのデザビとしてもここはゲージマックスの状態キープしておきたいですねうわっ
まあでもね、そう言ってるとやっぱり3本ゲージが溜まるとね、第3ラウンド怖いやな、やっぱりな。なので、まあ使いますね、使わざるを得ないやな。これでかなり、まあ、3本ゲージがあるということで、こけてしまえばというところです。ダードはフルマックス、不意の前して投げ、うわー、しっかりケア、おい、やる。まあ、時色の動き相当見てるんでしょうね、中足確認してる感じが。なるほど、これだいぶ時色ですね、時色の動きみたい時の動きみたいじゃん、この宣教師は。時の動きか、時の動きみたい、前歩きに即波動滅、時のじゃん、これはね、輝いてますよ、今日帽子かぶってるけど、時のだよ1号、冬の陣全然強くなかったのにあいついや、これ風呂やだよね、これ見せられた後に出るのはかなり嫌だね。さあ、グランベルファンタジーグランベルファンタジーファンタジー大パンファンタジー、めちゃくちゃや今のところナイスファンタジーですね、ナイスファンタジーナイスファンタジーで画面端、これを行かない、あなたザビ行かない、あなたグランベルやってるんですか、ファンタジーやってね、こいつ絶対やってねえな、これ。さあ、時の対グラベル、もう誰が試合ってんのか分かんねえ、それは投げる、グラベル、プライキッシュは出さずにペガサス、グラベル、ファンタジー、あ、ファンタジーですね、だいぶ幻想曲、ロイ X 幻想曲感じにし始めたおー、ナイス幻想曲、弱中ターゲット、名前は幻想曲かな、分かんねえよ、もうめちゃくちゃだよ。さあ、ちょっと時のペースがまあここでやっぱりそのはい、ザビア時のスタイルを続けられるかですね。なるほど、お前のらりくらりマジ天下一品ですね、これ。そうですね、あったった。さあ、ここはかなりいいですよ。さあ、ザビらしくなってきたこの立ち回り、うまい。5番 EX は繋がってる、おーっと、マジか、エンダイパン。さあ、ここうまいっすね、うわ、最速投げがあったが、さあ、こっと埋まってたので、メッパ出ず、これありますよ、グラブル、画面見せたね。まあ、今、グラブル側はかなりチャンスだったんですよねうまい。さあ、時のみたいになってきたな、ダイパンアド、おっと、またしても狙ってやってんのかね、ナルメヤからの、ナルメヤから思い出したな、こいつナルメヤが降臨して、さあ、時のからのナルメヤ、ナルメヤのこの力強さ、今のはすげえわ。新キャラ登場、やはりザビのワンマンショー、やりたい、ワンマンショーだったでしょ、やりたい、いや、そのザビのワンマンショーはいいけど、ザビのワンマンショーだ、やっぱりあのキャラ思い出してすぐ喋り出すのやめて絵じゃなくてこんなやついたなぐらいで、直近の DLC の名前だけ出すのやめて、新キャラはい、じゃあ次行きましょう、右上ね。さあ、来ました、ボス富永ショーバーサスメスター黒人シンタ、これ普通にやるやつだね普通にやりやすい、お前よ薄っぺらいな言われてますからね、あなたペラペラですよ、もうさあ、個人的優勝候補その1、やっぱりさ、ボッショー富永です、流れっていうものがあるから、うん、やっぱりみんなずっと最初から見てると、はい、疲れちゃうたまにはね、ああいうその合間合間で、まあまあまあね、うん、ブレイクタイムというか さあ、本命が出てきました。戦法とかも含めてなかなか難しいね、これね。
あ、ショート富永、ショート富永試合です。ショート富永、ショーさん、富永さん試合ですよ。さあこれは熱いね、大平さん。これ闘技によく見たやつね。これ闘技もそうですし、コメントにもありますよ、クーペレベルチームと。本当にこれ、はい、これボス、ショー、富永対黒人メスター、そしてシンタと。いや、いいカードじゃないですかね。チートチーム1、普通にやるやつだね。さあと、トミニー翔、試合だよ。富永翔来てください、試合です。富永翔、じゃあじゃんけんだけお願いします。あ、終わった、 OK です。じゃあ先方申告をユリに申告お願いします。じゃあ 1P 側ボス翔富永、 2P 側メスター黒人シンタと。トミニーがまだ来てねえな。シンタがいろんなキャラ使えるのがポイントになるのかな、一応。あとボスさんか。変えれるんだっけ。いや、ダメ。今日言うんだよね。だけど、あ、下でやったのは変えれるけど、例えばシンタがユン出して勝ちましたの時はユンのままいけってだけで。え、どういうこと。じゃあこのターンは別に、要するにシンタは相手キャラ見てから選べる、はい、選べる、かぶせます。そういう意味ではシンタとボスさんが多分ユン剣で両方いけるので。そういうことですね。これはかなりね、はい、戦略性も問われるカードですね、お互い。さあ、割と汚らしい2人がいますね。汚らしい2人、清潔感がない2人が、あのワンピーガーの話、はい、ワンピーガー清潔感のある1人と清潔感のない2人というか。まあね、普通に考えたらね、最強の3人なんですけども。さあ先方決まったのでスタートお願いします。メスター富永、メスター富永です。さあメスターを応援する黒人、そして富永を応援するショート、富永と。ちょっとね、予選見れてなかったんだけど、ね、2人どうだったんだろうな。このチームだとなんか1人3立てして、メスターさんはどうやら不発らしいです。なるほど、はい、メスターさん不発気味らしいですね。さあそのメスターさんがトーナメントになってから爆発する可能性もある。メスター対富永です。テスさん出ますが抜けていくが、最初に壊しテストを富永が仕掛けていく。ジャンプ台系、まあ、クエ対クエ、ジャンプ台系だとか大パン、非常に誠には機能する技なんですが、中線を仕掛けずとも富永は今のところかなりうまくいっている。バックジャンプ体験、これがやはり強い。さあそして幻影陣発動されたら守りモードで前方転身、テスさん打開でしょう。まだまだ体力奪わないといけない。大撃襲から2ターン目、裏回り大撃。さあここはどうする、メスター我慢した富永、ダッシュ投げ決まって、あのリープ当たんないのね。さあメスターといえばやはり持ち味はそのスーパーメスター、メスター超進化という技があります。そうなの。ターゲットで毎中継。さあ素早いタクガケからここはしっかりコンボ決めていきます。メスターいきます、ワンブロジャンプ回避、このスループやっとヒットしてない、セーフ。さあこの2人のスピード感、非常に速い展開が繰り広げられて、大パン大パン。さあどうする、冷静に前方転身からしゃがみ中盤内緒、まだゲージがあるぞ、わからない、下がる富永だから弱形置いてダッシュを止める、まあ、ダッシュから草しかないということで立ち弱形起きましたね。スター、下がる富永が怖すぎる。今のテスさん非常にいい選択肢か、当たりは幻影でしたが、ダッシュ見て、いや一番きついやつ、ここは小足発動、大パン前中浮いている、拾ってスーパーメスターか、スーパーメスター必殺技を決めて、さあジジイ気をつけろと。抜きが、ま、ジジイ気をつけろと、周りの関心もジジイ、お前はジジイなんだから発動して見える、あったこれが入った、メスターがスーパーメスターと化したぞ、の瞬間これがメスター、スーパーメスター登場。いやー日本全国飛び回ってスタード力爆上がりですね、これね。メスターのメスターを見守る男たちの念が通じてついにスーパーメスターとなりました。そしてボスが行きましたね、ボスさん、ボスさんだ、ボス対メスター、これは何度も見た、何度も見たユン対決があります。
ワンピーボス、ツーピーメスターですね。本当に懐かしいこの対決。これボスはメスターがどこで何をしてくるか全て読める気がすると。かつて言っておりました、鉄山、鉄山絶勝。メスターの動きは全て読めている。さっきの試合がなかったみたいなムーブだもんな、これな。さあボスはメスターの動きがなぜか全てわかると。試合接勝、投げる大パン、鉄山発動。ボスのボスは対メスター、さあメスターいか、いった、メスターが最大を取りに行ったぞ。緊中継発動でどこまで減る、これ。最大を取りに行ったメスター、スーパー化しているか、まだスーパー化続いてか、リープ重圧でしょ、思い切りここで発動する。どうするメスター、バックダッシュ、バック、ああ突撃を選択、しのぎ切った。大激襲であのメスターが突撃していった。幻影陣中のユンに対して仕掛けたメスター、そして投げるのはボス、ボスのリズム。第1周エンコパンでしたね、赤も取って、赤も取って、さあメスター、厳しい、うわ時間稼ぎましたね、今稼ぎましたね、はい、さあメスター進む、投げ上げラップ、ボスリード、ジャンプ台形、ターゲット入って大絶賞、EX2 章から冷静に点差発動あるぞ。ガードしてる、全勝メスター、あー惜しかったが、ここはボス、これは名勝負でした。名勝負ですね、 V スラ魂のガードでしたね。さあしかしこれは時報を先に見れているというのは非常に大きいのではないでしょうか。これでね、そして黒人が行くか、国民の年でシンタか、シンタが行きますね。黒人は残すと、今日やはり一番勝っている男を残して、さあシンタが登場。シンタは剣選択ですね。しかしボスのユン、こう相手が何をしてくるのかという読みが非常にやはり素晴らしいですね。いやー切れ味あるよねやっぱね、相手の行動を考えながら動いていると、まさにそういった動きを見せてくれましたボス。前方転身から中盤前進、バックステ当たんない。さあシンタがここはゲージが溜まってから勝負、確認、おわっマジか、ターゲットちょっと距離遠かったが、転算発動、前中前中、コボク、ここはしっかり完走、前方転身、これがやはり強 い、ね、最終段階のあの距離からの前方転身はやはりストリスが非常に高い。もらった側の気持ち考えたらもう絶望だもんな、あれな。中大昇竜、これは昇竜のみヒット。ここで異常人に対しては大パンでユーリフレームから発動、これは美味しい形になったぞボス、確定ね。大パンって3でしょう、相手の動きが読めているか、飛んでここはボス、まだ分かんない、ブロッキーからかかってるな、チュア接触、大撃中、勝利勝利、まだあるか、うわ技は振らない、振らない、あ振ったか、そしてターゲットから接触はボス、マジかバックジャンプ大系の着地にかくらせましたかね今。久々の登場です黒人、さあこのマニアックス久々の登場となりました、大将黒人。さあそうですね、 2P が追い込まれましたよ、これ 2P ですから、 2P、 そう 2P ですからね、これ 2P、 はい、 e スポーツアスリートと自ら名乗っております、黒人でしょ、入らせた外を選んでいる、遅らせライエッシュに対しては中盤でしっかり対空、カニパンからダッキングストレート、ダート力強い前中、ユンは得意だとかつてそんなことを黒人の口から聞いたことがありますが、今の中盤で差し込めなかったら痛い、ブロッキングからしのいでいきますね。さあ黒人めくり雷撃襲への対処は100点満点回答、わ開幕かに、やはり黒人匂いがするところに黒人やりといったところなのか、鉄が当たって今度はボスのターン、実はこの2人闘技2012最後の闘技壇上ベスト4の第1試合1回戦先鋒戦で当たってるんですね、あなたのとこじゃないとこね、私が時報でしたはいそうですね、はい、さあその黒人が
黒人対ボス、そしてカードもやはり同じ。ライエシュ、とうとう2回と。お互いゲージが溜まりきりましたね。いいですね、これで。まずはボスが、あっと、これは最低クかくんねえか。知ってか知らずか、最低ク。おっと、これが黒人なんだ。割りにいって次の卓へ。なんとターゲット、なんという選択肢か。これで言うわ、ゲージ貯める。非常にキレがあるが、ライゲターゲットから、これは接触届いて一回切る。さあ大パンで切って、うわー、コパン落として前方転進。昨今話題の裏の卓持ってましたね。ダボーアップ第2章ここは冷静に食べて、中村大パン決まってます。大剣当たんない、コパン落として前方転進、わざとですよあれ。ちなみにあれ、裏の卓は歩き高い裏当てです。へえ、よく知ってんじゃん大変。あの、この間ボスさん自分でツイートしました。いやー、熱い試合でしたね。いやー、すげえわ、これは。次の試合はまったりモードですよ。はい、じゃあ次行きましょう。抜きマイケル白黒バーサスチャコネコムラ持ちチーム。さあ、ラスボスその2。はい、それじゃあチュンリー3です。はい、あ、そうそうそう、あのニコ生の人みんな楽しみ、チュンリー3。あなたさ、みんな楽しみだよ。ケイ君のと一緒だっけそれ。チュンリー3だよ、うん、今日もうクーペでいいんじゃん。ワンチャンクーペでいいかもしれない。プレプレクーペでいいかもしれないこれ。はい、勝ったのはチュンリー3かな。はい、じゃあ先方聞いてますか。はい、チュンリー3です。さあ、どこを切ってもチュンリーの抜き、白黒マイケル。はい、抜き白黒マイケルと富永のターン3人おります。はい、抜き白黒マイケル。ちょいちょいこれで飯食おうとしだすの腹立つんだよな。富永のターン、チャコ太郎、猫村持ちが何人目までいけるのかという。何人目までいける、3人倒したら終わりです。みんなね、3人倒したらこれはね、猫村これ猫村チャコ太郎持ち。とっちゃんこれ太るよ、やめた方がいいね。1個を食べたね、あの2、3個はつまんでたね、こいつチョコ。あの、いちいち大変が盛るんですけど、1個しか食べてないです。あれ、つまんでなかった。 1個しか、2個ぐらい、マジで。いや、1個しか食べてない。これ本当か嘘かちょっと怪しいラインだよね、これ。本当に1個しか食べてない。本当に1個で切れてんのかごまかしてんのか今怪しいラインだけど、本当に1個しか食べてない。そう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 、本当に1個しか食べてません。さあ、チュンリスリーですよ、皆さんね、楽しみにしてました。上げてきて、テンション、はい、白黒マイケル、あなたテンション上げてきて。相手にもね、チュンリーいるからね。相手にもチュンリーいること考えると、あ、コメント来てますよ、あなた、ね、6人中4人中、はい、徳田さん、ツイッチ見て、ツイッチ見て、2月は何回見も行ったのって書いてますよ。そろそろ行きますんで、え、そろそろ行きますんで、あ、回数を聞いてんですけど、そろそろ行きます。はい、決まったようですね。1P、チュンリーは当たり前として誰だ、マイケル、チャコと。なるほど。さあね、今もう5時ぐらいになってる、6時ぐらいになったかな。もう6時もありましたね。はい、6時もありましたね。じゃあね、6時はお前そのテンションでやるならマイク剥がすぞ。6時はチュンリー3。みんな6時はチュンリー3。張り切っていこう。あのね、多分マイクバランス調整所若松さんが一番めんどくさいと思う。さあ、まずはマイケル、マイケルです。マイケル対チャコ太郎、これマイケル勝ちますね、多分チュンリーですから。マイケル勝ちかな。さあ、白黒の教えをもりもり吸収して、その上でボスさんと日々しのぎを削っているというのは、それは伸びるよねという話。そうですね、はい。お前さ、伸びとらん、勝利枠伸びとらんと言ってますが、伸びしろしかないと、はい、マイケルが。なるほど、もう本当に伸びしろしかないのか見ていきましょう。投げて。さあ、キャラが強い、キャラが強いですよ。バックジャンプ、キャラが強い、投げる距離が長い、キャラが強い。あーっと、こっちもキャラが強い。クイックは取れてない、いいね、ハサミなんだよ。さあ、コパンコパン、コパンコパンコパンでしたね。ちょっとごちゃついたので肘やめましたね。強キャラ対決、
強いキャラと強いキャラのぶつかり合い、意地はない、意地はないです。体力有利はユリアンだが、これだけ1本使うとさあちょっとここから苦しい。でもこれ2本溜まってるんですよね、チュニがね、マイケルがね。いやー、5番で落とすのは冷静。さあこれで置き攻めは当然いきません。奥田さん元気いく、奥田さんこう壊し、これはある、おっあるか、バックアップしてるかどうか。チュニアー当たった、当たりました。三角飛びミスったか、多分来たぞ来たぞ来たぞ、ジャコが来たぞ切り替えてきやがった。ジャコが来ました。テリブルも通る。さあイリアンチ1枚作る。しっかりくぐるが画面中央に投げる。くぐって百列、やはりキャラが強い。中足暴力、うまいですね、これも強い。代々から百列ゲージが溜まる。ジャコは頑張ってゲージを溜める。中足コパン頑張ってはいる。ダイヤシャガード頑張りたい、頑張りたいが、これはもうチュンリーに使わしたいが、まだです、まだです、前先走る、まだですよ、まだ頑張んないといけないじゃない。さあ中盤落として前中盤戻す。うわあ大ゲー強い。そしてゲージがマックスなら、チュンリーが砲翼使うの我慢しきりましたかね。ゲージがマックス鈴木、お互いしれっと、いやダジャレ混ぜてきやがった。ポパン中足から厳しい、チャコ太郎厳しい。チャンスか、到来なのか、まだ1番あるぞ、どう使うか、タックル、エイジス、どうだった、欲が、あの判断は難しい。距離を置いて、体力は異分、ユリアンはゲージ溜めたいが許してくれるか。まあでも1本溜まりそうですね、大事な大事な1本が溜まって、ジャンプ台形をどこで差し込むのか。ジャンプ台形さえ中盤危ない、息が詰まりそうなこの攻防ですが、2本目がお互い溜まりそうだ。スフィア、エイシス、ティリプル、ジャンプダイパー、ディープ、下部の中足、まずはマイケルを撃破。誰がチャコ太郎を信用していなかったか。皆さんがチャコ太郎を信用しておりました。お前さっきのテンションの上げ下げ考えな、もう一回。皆が信じていたチャコ太郎がまずいやでもね、実際すごかったチャコ太郎、我慢我慢我慢でしたからね。そして白黒か、先に白黒です。白黒か、一応白黒情報として終わりだ先日冬の陣に来たときに、翌日池袋とかにいたのかな、ルーシノブ、チャコ太郎かな、行って、すっこすこされたそうでして、イリアン対策は万全みたいですそうするとチャコ太郎はとりあえず死亡ですね俺が前振りしてるみたいでやださあしかし夏の陣では MOV をも倒しているそうね、チャコ太郎、はい、何が起こるかはお楽しみ。また来週お会いしましょう。ちょっと待て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 。あ、そっかそっかそっか。閉めるな。さあこの続きはまた来週と行きたかったんですが、地方戦も見たいということで見ていきましょう。うわあ、前じゃの判断が早い。チャコ太郎対白黒。バックジャンプ。前飛びですか。おお。大ヘッド。いいですねこれは。綺麗に回避。さあ揺さぶりをかけておりますねこれは。白黒の浮ついたその心の隙間に当てたいんですが、その心の隙間がありそうでない白黒。かなりね着攻側も控えてたんですけど、ピンポイントに白黒がやってきましたね。大足で対策してきましたが。さあまだありますよ、ゲージが溜まっているチャコ太郎。うわぁ大パン、うわぁっと台形の判定が強すぎる。
必殺技対大 K だったんですけど、いやマジか今のニコル大工 EX 戦闘、これはいい選択肢、そして当然跳ねいきます、テリブル立ち上げが出してなかったかな、白黒側もちょっと当たる想定だったんですかね、どうだろう、難しいとこだね、来る、どうする、正面からいった大ヘッド投げる、チュンリーはもうあと2チャンスぐらいでありますね、下ブロ中足、猫に対してのブロッキングから中足良かったですね、ゲージが溜まって、さあこれはワンチャンスあればというところです、ユニアンもゲージ的には十分ですね、さあチャンス来ますかね、来ますか、送らせた、これはお手玉いけます、ちょっと引っ張りすぎた、これは想定していたが、ここは白黒、体力逆転かな、リベー発見機構抑制、まだ残っているぞ、このユリアンというキャラで、うわどうする、まだあるか、ないのか、あるのか、前投げる白黒、あの時点でノータイム前歩き投げです、これやっと先方をあの倒した形です、まあ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 、まあ、これで地方対地方です、これね誰が一番絶望してるって、このチーム唯一のダットリの猫村さんだからね多分さあこれ難しいですね、さあまあもちくんと猫村さんですが、先に猫村さんですかね、カードの切り方は非常に難しい、状況的には 1-1 ではありますが、さあ大将もちくん残して中堅猫村、中堅対決となりましたね、これで、これちなみに、はい、あると思います、猫村側かなりチャンスはあると思います、猫村君はねかなり強いですよ、いや実際強い、その、はい、あんまり動画に出る機会がちょっと少なめのプレイヤーではあるんですけど、そういう意味ではなんか分かり、なんか隠れた実力差っていうのが、まずは1本ゲージを貯めた猫村が1本ゲージ貯まったということで発動、抜けが、おっとこれは読んでいる、しのいでるね、まあこれはあの空中狙いになったということで、白黒もしっかりとここはブロッキング入れていった形ですね、さあダットリン戦鬼門と言われているが、白黒ダットリンに対してまあ受けてしまう形になると、いくら白黒といえどもといったところなんですが、カリンパン、まあ、相手のミスマッチをしっかり続ける、白黒はミスを待つ、体力はリードしている、無理はしない、やっぱミスを攻めれる、やっぱり対策と性能があるってことよね、白黒側にちゃんと下風呂ダッキンガッパ航空、そしてもう一回は必要だ、どこ、あしゃがみ大パンから大スピニングバード白黒、繊細一遇だったかもしれませんが、流れが変わるか、これは中攻撃のつかみに八景砲よく差し込んだのは白黒、ロッキンから EX チェッパー、あーいいですね、ダートダートの隙間だが、ガードしてる、紙、あー入らない、ダートドワーッとターゲット、体力並ぶ、さあちょっと離れて、やはり白黒としても、まあ、最悪大攻撃であればゲージが溜まるんで、まあ、死んだとしても判定の強い大技で、うん、勝負を仕掛けたい、そして最後は中止、さあそして対象は持ちのチュンリー、残りはチュンリー3枚、もうこの試合はチュンリーしか出てきません、チュンリーとチュンリー、そして残っているのもチュンリー、まるでスズメが鳴いているかのような光景ですね、チュンチュンチュンって、まあ、噛んだらしかもな木々に止まったスズメたちのさえずりが聞こえるようですチュン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 
今行われている画面上の試合はまたチュンチュン、また深夜便に戻りやがったのよ。さあチームメイトヌキチュンリー後ろから白黒にアドバイスしてますが、このカード特有のチュンリー同キャラ、まあ、やっぱりねあのヒット確認の精度が重要になるので すごく静かになります会場が。そして聞こえるのはチュン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 、スズメたちの鳴き声、それがチュンリーチュンリー。さあ中足のこの空振りがチュンチュンと聞こえなくもないこともないような、どうなのか分かりませんが、ハッケーの振り合いが聞こえますね。そう、そしてそうなんです、皆さんいいところに気づきました。この画面上にはなんとスズメが来ます。机に止まりたいスズメに注目です。まずは白黒チュンチュン、さえずりが聞こえるようです。さえずりが、さあそしてスズメゾーン、白黒盤石です。これは盤石ですね、追う側がかなり厳しい。あ、厳しいですね。チュン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 エイチュンエイトチュンチュンとチュチュンと刺してね、時間が経てば経つほど 1P がどんどん有利になりますからね、この場合ね。スズメはいましたね、リングにスズメは2羽いる。さあ時折の大ファン、クロコダイル戦思い出します。え大大あ違う、で真田戦だ、あなたリングにスズメは2羽います。ああスパペ返しそういうこと。さあどこで出るか、持ちはメキシカンアッパー、繰り出していくのか、投げグラップ、ゲージが溜まって残り時間は半分、サイズリが聞こえないぞ。おっと先にチュンとチュンチュン、ゲンキックゲンキック、逆列やり返していったぞ、モチゲージ6割回収ですね。さあまたしてもサイズに戻る、チュン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 、ここからは怖い、まずは白黒リブレオラマール。さあまたチュンチュン戻る、どちらのチュンがチュンしてチュンするのか、チュンしたチュンしたぞ、投げる、さあこれで次で圏内だがわからないぞ、空ぐらいにしましたね。さあそしてそして飛行圏とがめていったのは気候でしたと、しびれる展開でしたが勝ったのはチュンリー3。というわけで富永さん、あなたの次の試合はあのチュンリー3になりました。チュンチュンチュン、はい、完全に毒されてるじゃねえか。チュンチュンチュンワールドになりましたよ。あ、そうなの、チュンチュンいや、あそこにいる3人は小動物じゃないけど、あれチュンチュンチュン、大丈夫、なんか精神崩壊した後の髪みたいになってるけど大丈夫、チュンチュン大きな星がみたいなこと言い始めそうだけど大きなチュンチュンがいる完全にバカになっちまってるトミーがはい、じゃあ先ほどまでマイクやってたドクラさん率いる、国ドクラ、てっぺんチームかバーサス、これが、あ、そうですね、ザビーフ、あ、ザビーフヘボか、そっか、トクラ上がったんだ。そうですね、上がりましたね、あの後しっかり。これはね、かなり面白いしと思いますよ。相手はどこだっけ、ヨモダ、はい、じゃなくて、ザビが勝ってザビエフ、F さんヘボですね、ヘボ流、ヘボ様です、ヘボ流さん残ってるんだ、はい、マジ手振ってるよヘボ流さん、決勝で会おう、決勝で聖戦やろうぜ、聖戦
マニアックス検証で先生やる。いやでも、はい、さっきボスさんに、はい、あのヘボ流対策を教えてもらって、なるほど、結構いい感じだったから、お、みんなが見てるところで決着つけたいね。さあその夢は叶うのかどうか、なかなかハードルは高いですが、まずはとりあえず先方決めがかなり難しいですね。決勝いけるの。マジレスが飛んできましたね。やめて。あ、そうだ、俺壊れてるんだった。チュン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 、そうだった、チュンチュンチュン、でっかいチュンリーがいるよ。もう最後だって晴れなかったもんな。晴れる、晴りたいじゃん、だって空いてるところだもん。やだよ。はい、じゃあ先方対決、てっぺんふと、お、F さん、そうですね、エレナダド、てっぺん F と、お、打ち切る、おわ、中足カニで刈りました、ね、おわ、うまっ、ダッシュスクラッチ。全部当たる。マージカニアガード、うわこれは、いやー、屋根もしのぎますね。しのぐで裁くか今のは。マージ。着地からからコアコアコークですね。ショート潰せ。マジかよ。お、対空カニ。カニ2回。打ってくが、こっからエレナが逆転はかなりしんどいが、あるのか、ワンチャン、あー、レバダイパン。わー、飛びに引っ掛けるのあれ強そうですね。あそこはね、でもなかなか、うわ、おー、ダドの飛びをことごとく対処して、画面端、あー、パーフェクト、全部当たった。全部当たったね。しかもスタンチが高いやつが全部当たった。ね、やべえな。隠れスタンチ、あの高いキャラ枠ですからね、この子ね。いつの間にかあれってなるよな。そう、真っ赤になってますからね。あー、強えな。エレナの単発攻撃怖えな。今日ずっとダットリーやられてる。マジ。今日結構エレナいたんで、そうっすね。そうだよね。当たったなのが毎回みんな死んでますね。さあ、そして我らが畑中。大先生が、だってあいつ言ってました、畑中さん、はい、富永は俺のライバルだって言ってました。それが、ということは逆に言えばこんなところで負ける男じゃないということです。それはあれですか、富永サイドは、はい、あのヘモリをライバルと認めるんで OK なんですか。いや、う、上手いとか下手じゃなくてライバルって言ってるの、はい、あ、なるほど、そう。あ、そういうものを超えた何かがある。そうそうそう。そういうベクトルじゃないんで。あの人全員ライバルじゃんって書いてますけど。あの人全員ね、ちょっとね、ワンチャン言いそう、あいつ。そう。あの人一回会話したことある人、友達だと思っちゃうタイプだから。ちょっと厳しいよ、ね、あの、コミショとは無縁の存在ですから。そうそう、ちょっとね。さあ、動きもいいですよ、ヘモリュー。まず一度取って。さあ、投げから地獄の、しのいで画面端しょってるのは、さあエレナはコンボ、さあ大ダメージコンボもあったんですが、マージ中内入る、ええええええ、さあこれも今難しいケースクラッチから、ビアルキジャックスクラッチだったのかな、ラウンダー強い、ダッシュは消えてきてる、届いた、これはぴったり、さすが俺のライバル。あ、これ認めたのね、さすがに。なるほど。さあ、そして11ですが、お、あ、なんかよく見たら駒さんいる、駒さんを使う、これ、徳良残しで国登場ですか。徳良さんは対象温存ということは、はい、
後ろに控えてるザビさんとかに行きたいのかになるのかな。でもあいつ結構大会の時の俺を舐めすぎとかって言ってて大会の当日になるとあいつ後ろに下がり出すんですよねそういう傾向があってすげえわすげえわかる。あの本当に強さがよくわかんないんですよねちなみにこのカードは、はい、あの10先 の、 あのカードでもありますので。なるほど、はい、あの国が一人の人間をまた壊していたので。あ本当に、はい、途中までいい勝負でしたけど、はい、その後クリが6連ぐらいして確かかったの。あ、もう終わりましたね、それはね攻略完了してからどのくらいアップデートができてるのか。うわー、これはしっかり仕込んである。からの表、絶対やると思ったよ。さあ、これね、できるんですよ、この練習ね。俺10先前にすげえ付き合わされたんだ。あ、そうなんだ裏からついちゃって。あ、そうなんだこれだけ、これだけヘボ昇竜対策っつってちゃんと裏からついじゃんだっけからやるの。すげえ、 あいつに300円ぐらいもらって一生付き合わされました。嘘全部読まれてるよ完璧でしたね。あ、ワンワンワンからの、おはははははは、歩いた瞬間円柱形と何も起きねえじゃんこれ。あ、ガン処理でしたねライバルライバルやべえな、あれは。ガン処理でした全く1ミリも変わってないじゃないですかあれ何の学習もなかったじゃないですか。ちょっとアップデート終わってないかもしれないですね、まだね。結構前の10先だった。いや、もう多分あれでサービス終了ですよ本当に、うん、差しゅうもうなんかもうなんかアップデートないよ、もうないのか、マジか。サービス終了のお知らせになってなきゃいいんですが、対象はザビと。このカードね、どうでしょうね。お、結構、うわ、マジで確認してんの今。さあ、逃がさない大慶。これ5スターってあの5スターかな。コメントに一人いるけど、ちょっとイアン5スタークーペやるよって答えてあげてね。絶対キャンセルしないよっつって。さあ、残光しっかりリープでかわす。早っ。ねクーペマロニアナウンスに関しては今日マイナス終わった後にきちんとやるので、お、マジでお楽しみに。クーペ関連の連絡はこの後すぐみたいな。すぐでもねえけど、まあ決勝終わったら、ね、さあ、ダビが優勢。竜巻、これはお何出したんだよカクカクするような試合でもなかった気がするけどな。そうね、しかも途中ちょっと止まって遅かったねそうねあ、産地半分スタート、これはやばい。中5数、これでビヨンですバナオさんインストールしましたね今。あー、裏手。着陸で追っかけてきて、さあザビさん、ここからどうする。この対空中パンがね、時々2発目やっぱり忘れちゃうんですよね。あ、冷たい、これ冷たいモードだ、やばい。あー、おー、これは冷徹でした。トクラ温存あー、温存されちゃったな温存されちゃったはい、じゃあ次出たかったな。富に行ってらっしゃい。いやー、出たかった。もうもはや決勝でいいというカードです。本当に僕チュンリー3応援してるんで今回。あ、そう、はい本当にチュンリー3応援してるんで俺はい、勝負す富永 VS、白黒抜きマイケルと。本当ね、富永さん来ないでください。本当に来ないで いやー壁のように立ち下がって、ね、いや真面目な話、どっちでやりたいの。いや、チュンリー3、チュンリー3でやりたい。当たり前でしょ、そんなそう、クリはだってさ、クラスさんでしょ。だってクラス的に変わんないじゃん、したらさ、うん、難しいね、確かによく考えると俺がサンタしないといけないのか。そうそう、ぶっちゃけ俺がサンタされないそう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 
いやーもうユリアンいなくなったよ。ユリアンいなくなったさあこれね、誤解を恐れずに言えば今日のメインカードと言っていいでしょう。さすがに先方迷うかね。いやでもね、あれとしたらチュンリースリーやりたいんだよな俺本当に。まあ、でもそれやりたいの俺だけなんだ。そうで、国とか地獄だろうだってそんなもんやりたいの俺だけに考えたらエレナもリュウもチームのこと考えてちゃうと、チームのこと考えると、うん、あのボス賞の思い出ね。そう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 、だからやっぱりね、お前が三立てする可能性だけ考えてんじゃねえって。トミナがちょっとねトミー邪魔なんだよな、ちょっと。さあ太平さんが先方を今聞きに行っております。さあ誰が来るか。さあ誰も去らないぞ、誰も去らない。まずは富永が着席、そしてマイケル、マイケル対富永。さあ行きましょう、準決勝第2試合お願いします。さあ絶賛太平さん、今トパンガリーグやってますけど、そのトパンガリーグに出るぐらいゲームが上手い男マイケルなんです。まあゲーム上手男はこの男のためにある言葉みたいなね。そして日本だけには飽き足らずフランスまで行って優勝してきた男富永ですもうタイトルホルダー同士の対決ですね、はい、もうこれはエボリューション決勝であっても全くおかしくない組み合わせ。さあ両チーム、あ先方戦は富永対マイケル、準決勝 第2試合です。トミニーも、ね、枠としては完全なオンリーワン枠なの で、 そうです、ね、これはもうもはやキャラ隊も含めてですけど人隊が入ってくる領域です。もうアイドムみたいなもんだからね。あなるほどね、はいはい、トミドムですよ、トミドムさあトミドム、まずは駒投げ、得意の駒投げ、しっかりチェストチェスト、まあ、あのこの2人めちゃくちゃやってるんで、やってますね、あのマニアックスのたんびに一生やってます。トミドムとマイドムは、おっと、スカシカラクサー第3のタク、ジャンプ中継、剣削り、スカシカラクサと3つ目を持ってきた。カシが作ってしまったスーパーサイボーグ、本当に作ってしまっただよ本当にカシが余計なことをしてくれましたサード界に化け物を放ち、まさにドクターカシ、ドクターカシの作り上げた最高傑作トミー100列で追い返す、100列、マイケルも負けてないぞ、しっかりくぐり抜けてます、ね、マイケルは大会での富永への勝率非常に高いですからね。高いですね実際、はい、怖い、ケアもできてますね、しっかり元気くダッシュが見えてるんじゃないかってぐらい性能いいですね。でくぐりはほぼ完璧ですね。そうなんですよ、そのこのやはり人間性能が非常に高い。さあして最後はブロッキンから台形、サイボーグってぐらい対応綺麗ですね、全部やべえな今の、まあ、ビクトルみたいなもんですからね人間の中にビクトル混じってるみたいな、これはすごいね今。さあ1回目の中和小翼、さあ次ダッシュ投げ得意のパターン、いやどうすんのこれ、ゲージが1本、まだマイケルとしてはここはもうちょっと減らしたいなという感じでしょ。おっとこれは使っていく、キャンセルは早いよね、早いね確かに、一番ちょいはしょうすけ、一番遅いキャンセルだとキャンセルかかんなくなっちまうっていう話なんで、それでもだいぶ早いタイミングでやってますね。そういう意味では早いタイミングでマイケルは、まあ、なのでヒット精度が非常に高いマイケルだ。からして投げはグラップ、投げはグラップ、ガラクサを投げる、最後は中足、まずはマイケル中足ド先端、ガラクサわずかに速かったっすね。これ本当にでもマイケルの中足放翼線の速さ、これはすごくやっぱ強い、マイケルが強い理由の一つだと思いますね、やっぱ反応トレンド。そして誰が行くか、ショウ、先にショウが行った、まあ、ボスの勝負強さを取っておきたいんでしょう。なるほど、まあ、あと普段ちょっとやりすぎてるんで、あ、まあそうね、あのボスとしてはこう変に読み合いが発生するっていうのを、あ、でもそれで言うとこの2人普段新宿で一周やってるんで、あ、でもショーはあんまいないよ、あ、そう、あ、なるほどさあというところであると逆にどうなるか、ある意味ボスさんと白黒が育てたサイボーグであるこのマイケルチュンリー、さあショー対マイケルタンです、まあクーペはチュンメイトですね
5月に開催されるクーペレーションカップのチームメイト同士の対決になります。このマイケルタン、そしてショー、中足中足中足でしょう。ごへんな今の、まあ折れずにガードしてましたね。そうね、マイケルタン要走客で、これ投げる完璧に対応していった。コバ乗るぜ、膝張り早い、ドキから中足を伏せん、これは的確な一打、100点と、抜きが100点というからにはこれは100点です。ワンチャン120点の可能性もあります。さあショーは地上戦で中足を振ってマイケルの技の出かかりを潰していきたいところなんですが、来撃手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 、投げる強気なマイケル、そして大パンで追っ払っていく、近寄らせません、ヒット確認をしている。あそこは打たない、非常に精度高いですね。こんだけしのがれるとユンもだいぶしんどいね。おっと出していない、これも怖え、今は当たり前なんですが、この緊張感の中で出さないというのは、うわあ、なんて言うの、100点満点の100点満点のこれが100点満点の立ち回りなのか、100点満点チーノ100点満点、やばい、これはちょうど点数は1600点でした。いや、雷撃処理、さばき、攻め、なんだ今の確認、安定返し、いや今のはやばい、今のはやばいわ、まあ、そしてこれを見せられてボスがどうする。まあでも剣は出せねえからさすがに言うんですかね。さあマイケルに、ショーがマイケルにアドバイスをしていたと。そしてショーは、はい、そのアドバイスのもとしっかり決められる。ルキックスがバラしていきましたね。そして対象ボス対先方マイケルだ。さあ全一なのか、100点満点回と続くターゲット、これはボスがやり返して違うシャスロー。マイケルの動きは私がよく知っている、一番よくマイケルの動きが分かっている、減りすぎ。ここもしっかりと、このボスのこの状況下での力強さ、テクニック、人が変わるとこんなに対応変わるんかい。相手の卓を全て読んでいる中での、まあ、やることが分かっているわけですからね。ハケホイク戦大大ではなくお尻、なるほど、時間稼ぎですね、冷静ですね。あそこお尻でダウン取って、うん、距離を置いたのは、さあ5番ハッケ、5番ハッケと動け動けと、そしてボスは動かない、不動の不動力。さあこの段階ゲージ発動する、勝負しに行った、やりに来ましたねボス、タイムの前方ですね。ここで殺すと、この2ラウンド目ここで終わらせるというそのボスの意気込み、そしてゲージが溜まりつつあるぞ。さあ当然暗転からの砲翼戦を警戒、いったー、これはボスや、これがボスの冷静な判断が勝ちました。わずかに遠かったのか、ちょっと遅かったのか、まあ、そういう、まあ、ボスも多分見越してたんですかね。ですよね、さっきの見せられてあの距離を考えて、ここであれば発動しても大丈夫だろうという、ね、見切り完璧でしたね。ドセンターギリギリガードでしたけど、やっぱりボスさんなんだよなと誰もが、今この画面を見ている誰もが思っている、やっぱりボスさんなんだよなと。ちょっと待った、中お中堅で先に来ましたよ、これギドラが首がニョキッと生えました、生えてまいりました。さあ時報で抜きチンリー、時報抜きチンリー対大将ボス、開幕前じゃ今ジャンプ対か投げ、まあ、ジャンプに対しての、まあ、反応ブロッキング対応してくると思ったんでしょうね。マジかよ、読みが鋭い本当に、そして原子が速い、ちょっと裏回って戻れたか、ロッドでも天心、いやボスのこの立ち回り、EX2 章潰す、暴れてきた。さあこれ難しいですね、次の鉄山食らえない、投げ上げラップ、チャンシュバン発見、どうする、前中継で5番、赤風呂は冷静に狙わす、そのままノータイムでいきましたね、
削りに。さあボス勝てば対象対象になります。この手前打ち雷撃手への反応、チュア接触、これがボスナインです。ハッケーに対してのスカリをしっかり見ている。リプチュア発動して前方からこれ届くよね、画面端から見ね。緊張感、いやいい選択肢、しかしいい選択肢だ。いざ立ち上げ、ジュボスのこの、いやボスのこの人読み強い、すごいよすごいよ、知っていればいいと、対応力の、どんな問題が出るかは分かっていれば当然解けると。何今の読解力ですよこのゲーム読解力考え出すと難しすぎるんですけど、いやー回しに回してましたね、読み合い含めて。さあそして対照戦になります、白黒対ボス、これどうなんだろうね、どのくらいお互いやってんだろうね。まああの投撃はボスが勝ってますからね、09の投撃はボスが勝ってそのままボスが優勝と。さあ対照対決、ボスエンバーサス白黒チュンリー。さあテンさん当たる、早めに当たってますね。チュアセンさんキャンセルは、これは元気く難しかったですね、投げなのか、投げるか元気なのか。ハケダイバー大攻撃で、まあ、大攻撃でこのダメージを取っていくこのスタイルがネキチュンリーに近いものを感じますが、なるほど。下風呂からハッケの惑星、この一撃を待っていたんだと、カラジャン中足に下風呂発見砲力さあまずはツーピーガリーチ大足、マジか、ブロッキング発動して割り込んだ、下風呂か、ボスさんも強気に暴れてます。うわー最大限下で、うますぎる今の大慶応力戦つえマジか今勝ったのはチュンリー3、一言強い、もうその一言でいいでしょこれは というわけで松田さんお疲れです今の試合はノーコメントあんなにコメントできるやつ日本に5人もいないよ。いやまあ決勝でもおかしくない試合だったね。おかしくない試合でした、ね、いやでもボスの気合の逆に立てはしびれましたね。いやあのボスさんがね最後気合ちゃんと入れてね、生きるか死ぬかの勝負に言ってましたからね、あれね。さあ今日人数多めでねちょっと長引いてますがごめんなさい、7時回っちゃったな。さあ決勝となります。まあでも決勝だからね、おいっす、ちょっと先方聞いていきます。いやーすげえ試合だったな。まあクーペも、あプレクーペもあのチームで組むんじゃないかな多分。はい、じゃあ申告の方お願いします。はい、じゃあですね、サードマニアックスボリューム15ですかね、決勝戦始めていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。じゃあ先方申告通りですね、マイケル
マイケルと鉄平ですね。お願いします。まあこれちょだいぶきついけど頑張ってほしいですね。さあ鉄平エレナと、マイケル、先鋒戦見ていきましょう。投げから、さあリンクス、さあ引き台系が強いぞ。中足気功拳から、投げ、さあ鉄平落ち着いてる、まだ大きくリードしてるぞ。スライディングからレバー入れ、さあラウンド2、台形砲翼はちょっと出ないがしっかり中足砲翼戦でカバーしていく。百列八景、さあ距離を詰めて現中足機貢献。さあこのラウンドはマイケル大きくリード、最後リープ、さあファイナルラウンド歩きから中足プレッシャーかけていく。だから前中パン中足と、さあヒット確認はしっかりしている。百列、さあ画面端追い詰めて一旦戻す、中足砲翼戦盤石の立ち回り。マイケル、さあ中堅で座るのは国、これきついな、チュンリー3枚は。さあ見ていきましょう。さあクニも確かマイケル結構苦手だったはず。台足下風呂から速投鎖骨、ここはここは、さあアグレッシブに攻めていく。さあ画面中央波動相打ちリープから下風呂中足灼熱、大竜巻で移動して、さあどうなる、リープ立ち中継リープ、これはお見事。さあ国が1ラウンド先制。砲翼戦しっかりガードして最大決めていく、移動投げから壊し、しゃがみ大パン波動拳、おっとまあしょうがないでしょう。大勝利ちょっとミスしてしまいましたが、さあ天神、さあ決まって三段、さあマイケルいい表情。さあ中堅で白黒と抜き話し合ってますが、さあ抜きチュンリー、
さあ国対抜き、まあこれは一応指定対決ですね。さあ冬の陣でチームを組んでた2人が大勝利。鎖骨、さあもう試合はやり慣れている。下ブルを取って、さあ波動電陣決めていく。あるのか、アクニー投げから下風呂 EX 即答大竜巻が使ってしまうが、鎖骨はバレていた。前風呂2回から高翼線、さあ入れ替えて、さあ流れを作らせる前に仕留めていきます。ファイナルラウンド、あるのか、中足横翼線、さあなんとか得意の位置に行きたいが、波動電池に使っていく。さあ中足強欲、いやーまあでも仕掛けていきましたね。スタンチがね今レベル3でした、ちょっと足んなかったですね。さあ大将トクラ、さあ中堅大将戦となります。さあマニアックス最後の試合となってしまうのか、大将はトクラ、中継選球隊、さあ打ち切って大慶 EX ブロッキングしていく、中足薬列、さあ打ち切って、これはバンジーキュースか。さあラウンド2、打ち切っていく、うわ全部当たる、きっつきっつ、これ最初から最後まで抜きのターンでした。見せ場なし。見せ場ありませんでした。さあ優勝したのはチュンリースリー、おめでとうございます。見せ場なかったかな。いやもうさすがにあれは日本語でガン処理です。強かったな、さすがってレベルじゃないクオリティでしたね。儚い、うん、儚いって日本語は正しい気がする。あまあガン処理ってやつですね、はい、いやクーペに向けて3人とも仕上がり万全なんじゃないですかこれ。そうですね。さあちょっとじゃあ電気等々準備したら、インタビューやりますので、はい、じゃあインタビューしましょう。ちょっとカメラの準備してますんでお待ちください。今カメラをちょっと設置してますのでもう少々お待ちください。じゃあちょっと3人ともここ並んで立ち位置はね、そのバミリンところでお願いします。あ、今ね立ち位置変わってもうその筐体用センターに3人で大丈夫。ちょっとインタビューだけさせてください。
今カメラ切り替えます。待ちます。さあカメラ切り替えるので少々お待ちください。はい、 OK です。じゃあ、はい、じゃあ優勝チームの3名一言ずつコメントお願いします。マイケルです。あ、マイク上げてください。はいはいはい、いいっすよ。マイケルです。ちょっと自分的にはすごい反省点が多かったんで、見直してなんとか頑張りたいと思います。お疲れ様でした。以上です。強かったっすよ。じゃあ白黒。はい、白黒です。なんというか後ろからこう抜きさんがアドバイスしてこうまるで自分が抜きさんになれたかのようなすごいこうなんていうんですかね、心強い、後ろにも抜きさんがいるとかだけどやっぱこう頼らずにこうやっていこうってこうなんか心に決めてやっていけたのが良かったかなと思います。いやでも本当ちょっと踏ん張ったりして勝てて良かったです。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。じゃあ抜き。はい、お抜きです。まあマニアックスでチュンリー3枚は結構ずるいんですけど、白黒が1回あのプレクーペにこのチームで出ようと思ってて、ちょっと1回だけその出し方とかそういう練習をしたいから沖縄から来てくれるってことで、まあ今日組みました。なんでまあ今日勝たなかったらプレクーペ優勝ないかなと思ってて、おまあだいぶ役割分担とかも分かったかなっていう。マイケルのやっぱり初めてやっぱゲームの才能がすごいので教えれば教えるほど上手くなるし、白黒やっぱもうプロゲーマーでも現役最強やっぱ見てる後ろから見ても思うので、で俺はもうね本当1年に1回現れるだけなのでその3人で力合わせて、はい、壇上まで行きたいなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。新ギドラお願いしま す。ありがとうございました。はい、ということで優勝チームコメントいただきました。写真をいただいて、そうですね、バラしましょうか。で、誰パンフコメントやろうか。白黒やるか。やったことないよね、マニアックスのパンフは。じゃあ連絡します。はい、了解。じゃあちょっと若松さんとで写真撮ってもらって、はい、チーム出ましたね。